客様それぞれ好みも違ってるので毎回違う家ができるんですよ。全く同じ家ができることはなくて、それが毎回の楽しみかなとは思います。夢、仕事、笑顔。中野由佳です。インテリアコーディネーターになる夢叶えました。輝く笑顔がここにあります。お家の、屋根だったり外壁の素材や色を決めたりですとか、あとはお家の中の壁紙とか床材、あとは照明だったりカーテンも一緒にお客様と打ち合わせをして決めています。やっぱりお客様にありがとうと言われるのが一番嬉しくって、引き渡しが終わってから毎日家に帰るのが楽しいですとか言われると私も同じように嬉しい気持ちになるので、そういう言葉を受け取るのが毎回楽しみです。三角スケールと呼ばれる道具なんですけど、実際の寸法でいくと大きくなりすぎるので大きいものを小さく描くっていうことができる、まあ、物差しみたいなものなんです。これがないとお客様にイメージ伝えきれないですね。やっぱ彼女もわからんなりにいろんな業者さんとも話をしたり打ち合わせをして、で、まあ、自分が納得するとこまで、ね、やってからこうお客さんに提案しているっていう姿がやっぱりお客様もこう評価してくれてて、ね、ありがたい存在になっておりますね。設計までできたらもっともっといい作品ができるんかなっていうのがあるんで、設計の勉強もしてくれたらすごい嬉しいです。二級建築士を取るための3年生の学年があって、建築美術っていう授業があるんですけど、5分間でモダンなリビングを描きなさいとかっていうお題が出されるんですよ。それのおかげでパース力が上がったというか、お客さんの前でも実際にイメージをこうさっと描いて伝えることができるようになったので、それはすごい役に立ったなと思ってます。川原デザインアート専門学校では建築やインテリアに関するデザインなどを学ぶことができ、企業と連携した家づくりの実務を経験できます。また4年コースでは中四国で初めて在学中に2級建築士と大学卒業資格を同時に取得することができます。川原デザインアート専門学校ではご覧の各学科で学ぶことができます。この会社の社員の一員としてこれからも素敵なお家をいっぱい建てれたらいいなと思ってます。